それでは見解を通ですね、この時に大外刈りの応用編、こちらの方を説明していきます。で、見解を通の時に相手は開いています。この時に入る大内刈りから大外刈りですね。まず基本の大内刈りから大外刈りをお見せします。その後に井上先生が現役時代得意であったつなぎですね、足をつかずにそのまま直接入っていく大内刈りから大外刈り、この2種類をお見せしたいと思います。それではよろしくお願いします。今お見せしたのが、基本のですね、大内刈りから大外刈り、ステップを踏んでの大内刈りから大外刈りになります。次にですね、井上先生が現役時代得意であった大内刈り大外刈りを直接つなげで入る、この入り方を見せていただきます。